IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は昨日福島第一原発を訪れ、処理水の海洋放出に関わる設備を視察しました。その後開かれた会見でグロッシ氏は、今のところ設備に課題はないと評価しました。 In case there is a decision to start with the control discharges、and、I was satisfied with what,、with what I saw. 一方で IAEA は国民に十分な根拠を示し、透明性を持って説明を繰り返す必要があると強調しました。グロッシ氏は明日韓国を訪れ、海洋放出の評価を盛り込んだ報告書について説明することにしています。